リーグワン一部最終節第1日4日東京 SG26 から45東京米秩父の宮3位の東京 SG は後半に東京米に5トライを許し26から45で逆転負けした4位の横浜も首位の埼玉24から43で敗れ優勝を争うプレーオフ準決勝秩父の宮は18日が埼玉横浜19日が BL 東京 東京 SG の顔合わせとなった。埼玉はリーグ戦を16戦全勝で終えた。神戸は三重に33から31で競り勝った。後半4分までに26から14とリードした東京 SG は、残り30分余りで一気に崩れた。東京米の BK 展開や FW のモールで5連続トライを許し、勝ち点を積み上げられなかった。 ゲーム主将を務めた WTB 尾崎晃は前半10分に先制トライを決めたが、後半は最初のタックラーが食い込まれて、相手に勢いを与えた。静岡、三角31から31、BL 東京、黒丸27から36、でも見られた弱点を3試合連続で露呈。自身は2期連続のトライ王に届かず、苦虫を噛み潰した。SH 流。 WTB コルビ、FB 松島ら主力が負傷離脱中。19日の BL 東京との準決勝で復帰できるかは、来週の様子を見ないとと田中監督。小崎明は、修正する時間はある。自分たちが変わらないといけない。今後2週間で、自分たちのラグビーを取り戻す。田中博士。